ナルトの道具、任具について語る上で欠かすことのできない傀儡。傀儡は術者の傀儡の術によって操る人形のようなもので、傀儡の術とは術者の指先と傀儡をチャクライトでつなぎ傀儡を操る術となっています。この傀儡の術を使う作中の忍びは勘九郎、千代婆、サソリ、そしてあまり知られていませんが初代傀儡操演者の門左衛門です。操演者とはこの傀儡を操作する忍びのこと。サソリ曰く、傀儡使いは使える傀儡の数で能力を測ることができるそうです。作中では勘九郎が4体、カラス、クロアリ、サンショウオ、サソリ、千代婆が10体、10機近松の衆、サソリは100体、100機の操演の傀儡を操っています。見事に勘九郎の雑魚さが露呈してしまいました。今回はナルトに登場する傀儡の強さをランキング形式にして紹介したいと思います。それでは早速見ていきましょう。傀儡の強さランキング第9位、クロアリ。第9位には勘九郎が操るクロアリがランクインしました。クロアリは捕獲用の傀儡で、クロアリのみでは相手を倒すことができないため一番弱い傀儡となっています。一応手足に刃のようなものはついていますが、致命傷を与えるまではいけません。また閉じ込めて窒息死を狙えるのかと思いきや、穴が開いているため楽々呼吸ができてしまいます。相手を拘束できるのは強いですが、単体ではそこまで強い傀儡ではないので9位にランクインです。傀儡の強さランキング第8位、サンショウオ。第8位には勘九郎が操るサンショウオがランクインしました。サンショウオもクロアリと同じく攻撃用の傀儡ではないので単体でそこまで強くありませんが、捕獲と防御ができるためクロアリの上位互換として君臨しています。あと見た目がクロアリより可愛い。またサンショウオは地中に隠して使うことも可能で、トラップとして役立てることもできます。作中ではデーダラの爆弾にされたシーンを地中に隠していたサンショウオで捕獲して攻撃を無効化していました。攻撃はできませんが、捕獲と防御の要として作られたサンショウオはクロアリよりも強いため8位にランクインです。傀儡の強さランキング第7位、カラス。第7位には勘九郎が操るカラスがランクインしました。連続で勘九郎が操る傀儡がランクインです。さすが最弱の操演者。カラスは攻撃用の勘九郎が初期から愛用している傀儡です。相手を締め上げたり、毒針や腕に仕込まれている鋭利な刃で攻撃したりします。またカラスは手足を分解することが可能です。バラバラになったカラスはクラアリが捕獲した相手に突き刺す黒ひぎ危機一発という術に利用されます。作中ではウコン、サコンを黒ひぎ危機一発で倒し瀕死の牙を助けました。カラスはゴリゴリの攻撃用の傀儡で単体でも十分に力を発揮するので7位にランクインです。ちなみに今まで紹介したクロアリ、サンショウオ、カラスは黒ひぎという傀儡として分類され、全てサソリが作った傀儡です。勘九郎は後継者として使っていました。そのため勘九郎がサソリと戦った時は仕込みを全て読まれてフルボッコにされています。傀儡の強さランキング第6位、ヒルコ。第6位には勘九郎を完膚なきまでにフルボッコにしたヒルコがランクインしました。ヒルコは操演者の弱点である接近戦に対応するためにサソリが作った傀儡です。そのためヒルコの中には本体であるサソリが隠れています。その分スピードはとても遅いです。ヒルコは口から針を吐いて攻撃したり、カチカチの尾で攻撃したりして基本的に動きません。針や尾にはサソリのお箱である強力な毒が塗ってあります。勘九郎戦では傀儡の仕込みを知っていたのでヒルコで圧勝していましたが、千代婆&桜戦では尾を封じられスピードの遅さがあだとなりあっさり破壊されていました。攻撃力は強いのですがスピードの遅さから6位にランクインです。傀儡の強さランキング第5位、サソリの父と母。第5位にはサソリが初めて作った傀儡、サソリの父と母がランクインしました。この傀儡は幼少期に両親を失ったサソリが愛情を感じようと作った傀儡です。しかし姿形は似ていてもぬくもりは感じられず、サソリの心の穴を埋めることはできませんでした。作中ではサソリ戦で千代婆がサソリの父と母を使っていて夢の親子対決を繰り広げます。サソリの父は手から苦内が大量についた武器を取り出して攻撃するのですが、その武器の見た目が完全にムカデのようで気持ちが悪いです。刀も使いますが、一方サソリの母は普通の刀を使って攻撃を仕掛けます。そして二人の連携技はお互いの手から丈夫なワイヤーを出し相手を切り刻む攻撃です。作中ではサソリが出した三代目風影の大量の手をお肉のぶつ切りのように切っていました。しかもサソリにとどめを刺したのもサソリの父と母の傀儡です。千代婆は曰く、サソリは攻撃が見えていたのに食らったそう。突き刺されたサソリの姿は両脇から父と母に抱きしめられている姿とオーバーラップして
涙を誘いました。サソリを倒した功績もあり、第5位にランクインです。クグツの強さランキング第4位、10期近松の衆。第4位には千代バーの最終奥義である10期近松の衆がランクインしました。10期近松の衆は指の数、つまり10体のクグツを同時に操り攻撃するという高等忍術です。千代バーは10期近松の衆を使い、一つ落としたと言われています。ただこの術は千代バーが開発したわけではなく、最初に紹介した初代創演者門左衛門が開発したとのこと。普通なら薬指や小指にはあまり力が入らないので、対応している区別は弱いはずなのですが、10体全部が強いです。創演者には普通の人間の常識は通用しないようですね。たった10体ですが、サソリが出した100体の区別と渡り合っていました。この強さから第4位にランクインです。区別の強さランキング第3位、100期の創演。第3位にはサソリが使う100機の総演がランクインしました。100機の総演は100体のクグツを同時に操り攻撃するというザ・シオリ・ヨのような術です。サソリはこの術を使い一刻を落としました。ただシチオリ・ヨの術なので1体1体の実力はそこまで高くないです。なんなら1体の実力は10機近松の衆より弱いかもしれません。そのためサクラと10機近松の衆のサンドバッグになっているシーンもありました。作中ではサクラとチオバーが強くて100機の総演の強さが霞んでしまいましたが、普通なら100体が一気に襲ってくるのでほぼ勝ち目がありません。実際に一刻を落としたという功績から第3位にランクインです。クグツの強さランキング第2位、サソリ。第2位にはサソリがランクインしました。サソリの技は多彩です。背中にある4つの巻物を消費して攻撃します。両手から火炎放射の攻撃や、3位で紹介した赤ひぎ100機の総演もサソリの巻物を消費することで攻撃可能です。また腹に仕込んである毒を塗りたくったワイヤーなど様々な攻撃を仕掛けます。これほど強いのに2位となってしまった理由は弱点が分かりやすすぎるからです。チャクラを扱うためにどうしても生身の部分が必要なんだそうですが、サソリの場合それは心臓です。サソリの弱点である心臓部分はサソリとデカデカと名前を書いて目立たせてある上、堂々と露出しています。そのため千代バーにとどめを刺されてしまいました。しかし心臓を破壊しない限りはバラバラにされても何度でも再生することができます。この強さから第2位にランクインです。クグツの強さランキング第1位、3代目風影。第1位にはサソリが殺して一区別にした3代目風影がランクインしました。3代目風影の攻撃も多彩です。まず大量の腕を出して相手を押し潰すことができます。また毒ガスや毒を塗った刃での攻撃も可能です。そしてなんといっても3代目風影は決定限界である自頓を使うことができます。自頓を食らった区別は砂鉄で動けなくなってしまうのです。作中でも自頓を食らったサソリの父と母は動けなくなり、サクラも避けるのに必死でした。区別の弱点である自頓を使える3代目風影の区別が1位にランクインです。総演者殺しとも言える力を持っているのにサソリに殺された3代目、生前は本当に強かったんでしょうか。まとめ、今回はナルトに登場するクグツの強さランキングを紹介していきました。サソリが1位と思った方も多いことでしょう。しかし作中ではサソリより3代目風影の方が長く活躍していたのは確かです。皆さんはどのクグツが好きでしょうか。ぜひコメントで教えてくれたら嬉しいです。